皆さん、おはようございます。マーティン、デアの魅力ボーイ、キングテキです。今日は磁石の話したいと思います。これはノーベル賞学の話、合田武史さんが言った話は関係ありません。まず実は、N と N はもう反発、S でも S でもくっつかない。N と S だとくっつくんだよ。うん。これはノーベル賞ではございません。当たり前の話です。まあ、いろんな形の磁石、U 字磁石、薄い磁石、フェライト磁石、ネオジム磁石、帯状磁石、棒磁石、いろいろありますね。磁石の力はなくならないのか。衝撃を与える。熱を加える。引き出す。本当に。まあ、磁力がなくなって壊れることがあるんです。磁力がなくなっちゃうんです。鋼ですね、要は。電磁石で使われているものは、まあ、電子レンジ。電磁調理器、スピーカーやイヤホン、あとはモーターですね、はい。まあ、モーターはですね、コイルに電気を流す。コインが電磁石になる。まあ、回転する。あとは反発して回転する。そういう特徴です。というわけで磁石の話でした。バイバーイ。